にちは。ヨガ講師のめぐみです。今日はホリデーシーズンにぴったりなプレイフルなフローヨガをお届けします。そんなわけで、今日はね、そのプレイフル、ちょっと遊び心を持って楽しめるフローにしてみたので、中盤はちょっと難しいポーズだったりバランスポーズだったりもたくさん盛り込んでるんですけど、私も他の先生のクラスを受けるときに普段自分ではやらないようなポーズが出てきたり、このポーズとこのポーズをつないでやったことないなみたいなフローが出てきたときに、できない自分を楽しむみたいな感覚があるんですね。なので、今日はすごい完璧にやりたい、やりきるっていう感覚よりも、なんかうまくいかなくてもちょっとね、失敗したり、そういう自分も楽しみながら、なんかその自分のことをもっとよく知るみたいなイメージで、あまり厳しくならず、肩肘張らずに楽しんでみてください。ビギナーの方はちょっとアドバンスなポーズも出てくるので、無理なくちょっとお休みしようっていうところはお休みしても全然大丈夫です。じゃあ一緒に楽しんでいきましょう。じゃあまず両手を尻の横に置いて、吸う息で肩を前から後ろに持ち上げて、吐く息でストンと下ろしていきます。円を描くように吸って上、吐いて後ろ、何度か自分のペースで続けていきましょう。肩甲骨から大きく動かすイメージ。切りのいいとこで反対回し、吸う息で上、吐いて下、あともう一周。そしたら両手を胸の前で組んで、手首をくるくる回していきましょう。優しく関節にスペースを作るように。じゃあここから吸う息で手のひらを返してぐっと上に伸びていきます。親指を押し上げて軽く胸を押し出すように体の前面を開いて、吐いてふわっと手をほどいて遠く通って降りていきます。指を組み替えてもう一度くるくる手首を回していく。じゃあ吸う息で手のひらを返してぐっと上に伸びます。親指を押し出して軽く胸を反らせていく。吐いてふわっと両手遠くを通って降りていきます。じゃあ今度は両手を胸の前で組んだら、手のひら内側に向けて、吐く息で背中を丸めていきましょう。骨盤を後ろに倒して両手は遠く、背面を伸ばしていきます。顎も胸の方に引き込んでいく。ゆっくり真ん中に戻って、このまま吐く息で拳を右に引っ張るようにして、左の背面を伸ばしていきましょう。吸う息で真ん中に戻って、今度吐く息で拳を左に、右の背面を伸ばしていく。で真ん中に戻ったら手をほどいて、今度は両手を背中で組みます。肩甲骨を寄せて拳が下、大きく胸を開いていく。吐く息で前に倒れていきます。拳が天井、肩を後ろに回して、顎も胸に引き寄せるようにして首を楽に。じゃあふわっと起き上がって、手をほどいて両膝を立てたら、パターンパターンと膝を左右に倒して、腰や股関節に動きを入れていきます。そしたら四つん這いになっていきましょう。両手が肩幅、両膝腰幅、そして手首が肩の下、膝が股関節の下になるようにセットしていきます。足の甲を寝かせたら鼻から吸って、吐く息でおでこと右膝を近づけるように背中を丸めて、吸って右足を後ろに蹴って視線が前、吐いて小さく丸まって、吸って伸びて、何度か自分のペースで続けていきましょう。そう、足を蹴り出すとき母子球とかかとをぐっと押し出します。あともうワンセット。じゃあ次に足を後ろに伸ばしたところでホールドしていきます。
右の母指球とかかとを蹴って床と平行、左手前に伸ばしていく、視線も前、もう一呼吸。じゃあ手足を下ろして、右足後ろに伸びた状態です。右の足をスッと左に歩かせて、吐く息で左を振り返るように、肩越しに右の足を見ていく。右の体側大きく伸びが入っていきます。真ん中に戻って反対側、鼻から吸って吐いて、おでこと左膝を近づけて背中を丸めて、吸って左足を蹴って視線が前。また自分のペースで続けていきましょう。しっかり丸まりきる、伸びきるっていうのを意識しながら、こうスピードを安定させて、あともうワンセット。次に伸びたところでホールドします。左の母指球とかかとを後ろに蹴って、右手を前に伸ばしていく。背骨は長く、じゃあ手足を下ろして、ここから左足を右に歩かせます。吸って前に伸びて、吐いて右を振り返るように、肩越しに左足を見ていく。大きくもう一呼吸。ゆっくり真ん中に戻ったら、足の甲を寝かせた状態です。ここから右手を前に伸ばして、お顔を右に向けて、右の耳をマットに下ろしていく。ぐーっと右の脇や肩周り伸びが入っていきます。もし、肩痛い人はおでこを床についても大丈夫です。無理のないように。ゆっくり真ん中に戻って、で反対側です。今度は左手を前に伸ばして、顔を右に向けて、左の耳がマット、お尻は遠く、左の脇、肩、優しい伸びを感じていきます。じゃあゆっくり真ん中に戻って、このままお尻を一度かかとの上に下ろしていきましょう。そしてこうつま先を立てて、こうぐーっと足指に刺激を入れていく。背骨はまっすぐ長く。もし外反母趾とかでちょっとこの体勢が痛い人は正座になって無理なく。もう一呼吸。そう、お尻はどっしりかかとの上。そしたら足の甲を寝かせて正座のポジションです。ここから両手を体の後ろについて、指先カップハンズ、お尻を持ち上げて体の前面伸ばしていきましょう。視線が天井、肩を後ろに回して、もう一つ骨盤押し上げる。 OK、 そしたらお尻を下ろしてチャイルドポーズ、体を前に倒しておでこがマット、ちょっと腰や背中優しい伸びを感じていきます。両腕しっかり前に伸ばして、手の指を大きく開いて、ここからダウンドッグに移っていきましょう。お尻を持ち上げてダウンドッグ、この場で深く足踏みをしながら、足の後ろ側ストレッチを与えていきます。もう一度つま先にも刺激を加えていく。で、一度両膝を深く曲げたつま先立ちのダウンドッグ、手でマットをして両腕まっすぐ、背骨も長く、吐く息でかかとを沈めていきましょう。で、次の吸う息で右足を大きく振り上げて、吐いて膝を曲げて、右腕の下から天井を見ていきます。なるべく両肩の高さを揃えていく。視線前を見て、右足右手の内側に大きく踏み込んで、左の足をついてウォリアー1のポジションです。左の足内に回して、骨盤まっすぐ、前膝踏み込んで、両手が天井、ウォリアー1。そう、両足裏どっしり床を感じながら、特に左足小指側もしっかり床を踏んで、ここからバックベンド、後屈を入れていきます。吸う息で手を後ろに引いて胸を開いていく。視線が天井、大きく体しならせるように。
真ん中に戻ってウォリアー1、もう一つ前膝深く踏み込んでいく。じゃあ両手をマットについて、左の足マットに下ろして前膝伸ばしていきます。吸って一度前に伸びて、吐いて右足に向かって前屈。パール絞ったアナーサナ。前足裏側大きく伸びてきます。そしたら前の膝を曲げて、後ろのかかとをぐっと蹴り出す。右足引いてプランク。体をくるっと右に向けてサイドプランクに入ります。両足側面をマットについて、右手が天井、骨盤ぐっと押し上げて、じゃあここから右足を後ろについて、体をくるっと天井の方に向けていきます。右手を頭の方に伸ばしていく。ぐーっと骨盤を押し上げて、体の前面広がります。 OK、 視線下を見て両手マット、吐く息で膝胸顎がマット、吸う息でコブラ、胸を起こして吐いてダウンドッグ。最初のポジションに戻っていきましょう。反対側に入っていきます。吸う息で左足を振り上げて、吐いて膝を曲げて、左腕の下から天井を見ていく。なるべく両肩を揃えて、ここから左足を大きく前に踏み込みます。左手の内側、右の足ついたらつま先少し外に向けて起き上がります。右の足こう内に回して、左膝踏み込む、ウォリアー1。そう、なるべく骨盤肋骨を正面に向けていく。次の吸う息で軽く体を反らせていく。腕が後ろ、胸が天井。真ん中戻ります。吐く息でもう一つ前膝深く踏み込む。両手をマットについたら、前の膝を伸ばして、右の足少し狭めていいです。吐いて左足に向かって前屈。なるべく両膝を伸ばしていく。そしたら前の膝を曲げて、両手がマット、右のかかと蹴り出します。左足引いてプランク。体をくるっと左に向けてサイドプランク。骨盤高く押し上げる。左手が天井。じゃあここからチャレンジ。左の足をポンと後ろに持ってきて、体ごとこう天井の方向いていきます。左手頭の方に伸ばしていく。全身大きく広げていく。じゃあ真ん中戻ってプランク。膝胸顎をマット。吸ってコブラ。吐いてダウンドッグ。ここで3呼吸。一度姿勢と呼吸を整えていきましょう。軽く顎を引いて首を長く。脇をマットに見せるように肩を開いていきます。じゃあ視線前方を見て、両手の間までステップ。吸って前に伸びてルックアップ。吐いて前屈。吸って起き上がって頭上で合掌。大きく伸びます。吐いて体側に下ろしていきましょう。じゃあここからワシのポーズに入っていきます。右手が上、左手が下。そして膝を曲げて、左足を右足に絡めていくワシのポーズ。手足強く締め合います。お尻や背面が広がってきます。じゃあ両腕はこのまま左足を後ろにほどいてウォリアー3、上体を前傾させていく。ぐーっと左の母子球とかかと蹴り出していきましょう。丁寧に左足を着地してハイランジ。両足を腰幅に開いて両手ほどいて、両手が天井です。左のかかと真後ろに蹴り出していく。ここから腕を回していきます。吸う息で後ろに反らせて吐いて前。そう、上半身も一緒に両腕を大きく回しながら、足はこのまま安定させて、あともう一周。 OK、 ハイランジに戻ってきます。両手が天井、前膝深く踏み込んでいく。ここから丁寧に左の膝ゆっくり着地していきます。ローランジのポジション。そう、少し骨盤を沈めていく。鼻から吸って吐いて両手がマット。お尻を引いて右のつま先が天井、ハーフスプリット。吸う息で背中が広がって、
吐く息で上半身もう一つ右足の方に近づいていきます。両肩楽に、そしたらこのまま手を後ろに移動してお尻をマットに下ろして座っていきましょう。左の膝を立てて、こう座位の状態です。そしたら右手で左足を抱えて左にツイスト、右のかかと強く前に蹴り出す。呼吸をお腹や腰に広げていきます。少しね、こうアクティブなスタンディングが続いたので、ここで一度呼吸も整えていきましょう。胸肩広く、そしたら正面に戻って、ここから右の膝を曲げてすねをクロスしてプランクに戻っていきます。膝胸あごかチャトランガ、吸ってコブラかアップドッグ、吐く息でダウンドッグ。一度全身を大きくストレッチ。じゃあ視線前方を見て歩くかジャンプで前に、吸ってルックアップ、吐いて前屈、吸って起き上がって頭上で合掌、大きく伸びます。吐いて体側に下ろしていきましょう。じゃあ反対側に入っていきます。今度は左手が上、右手が下、手の甲か手のひら合わせて、わしの甲で右足を左足に絡めて、余裕があればつま先をふくらはぎに引っ掛けていきます。そう、手足締め合う、強く強く締め合う。両手はこのまま右足後ろにほどいて、後ろに伸ばしてウォーリアー3、上体を前傾させて右の足、母子球とかかとをぐっと蹴り出す。内ももを引き上げる意識で骨盤まっすぐ、右足ポンと後ろに着地してハイランジに入っていきます。両足を腰幅くらいに開いたら両手をほどいて、両手が天井、ハイランジ、骨盤まっすぐ。じゃあ吸って軽くバックベンド、こう靴入れて吐いて前、何度か自分のペースで大きく腕を回していきましょう。もう上半身もそれに連動していく。結構ね、足こう力強さが必要です。もう一周ハイランジに戻っていきます。前膝踏み込んで後ろのかかとぐっと蹴る。腕はこのままゆっくり右の膝を着地してローランジ、右の足の甲を寝かせて少し骨盤を床の方に沈めていく。両手をマットに下ろして吐く息でお尻を引いて左のつま先が天井、吐く息でもう一つ体を左の足の方に近づけます。そしたら手を後ろに歩かせてお尻がマット、右の膝を立てていきましょう。ツイストに入ります。左手で右足を抱えて右にツイスト、左のかかとを前に蹴り出す。尾骨から頭頂までまっすぐ一本の軸を感じていきます。もう一呼吸終わったら正面に戻って、左の膝を立ててすねをクロスしてプランクポーズ、ぐっとかかとを蹴り出す。膝胸あごかチャトランガ、吸ってコブラかアップドッグ、吐く息でダウンドッグ。ここで3呼吸、必要だったら足踏みしたりお尻揺らしたり必要な動きを加えていきましょう。肩甲骨から床を押していきます。頭の上で重たいものを持ち上げる意識で両腕力強く。じゃあ視線前方を見て両手の間まで歩くかジャンプ、吸ってルックアップ、吐いて前屈、吸って起き上がって頭上で合掌、大きく伸びます。吐いて体側に下ろしていきましょう。少しここで目を閉じて呼吸を整えます。ではそっとまぶたを開いていきます。そしたら両足こう揃えた状態です。親指揃えて少しかかとを離して、そして両手を骨盤に添えて、ここから片足を前に伸ばして開いていく、こう
開脚をしていきます。なのでね、ちょっとしんどい人は膝を曲げてこの状態でチャレンジしてみてください。親指を揃えて少しかかとを離して、そしたら両手を骨盤に添えて、ここから右の膝を曲げて右手チョキを作って足の親指を取っていきます。しんどい人は膝を抱える形で大丈夫です。ここから足を前に蹴っていく。背骨はまっすぐ。余裕があったら右足を外に開いていきましょう。真横に真横に。バランス取るために左手を横に開いて、そう、こう手足引っ張り合うように。余裕があれば視線が左手の方。OK、真ん中戻ってきます。そしたらこのまま足をくるっと後ろに持ってきて、右手で足の甲をキャッチ。吸って左手が天井、チンムドラ。吐いてダンサーポーズ。右の膝を引き上げて体を自然と前に倒していく。胸を起こして視線が前。 OK、 起き上がってきます。このまま右足一回前に蹴り出す。両手アップ。右足ポンと後ろにステップハイランジ。両足腰幅に開いて前膝踏み込む。後ろのかかと蹴る。鼻から吸って吐いて両手マット。吸って前に伸びて、吐いて左にツイスト。お腹を深く絞って視線が左手の先。もう一呼吸。 OK、 左手下ろして両手マット。左足引いてプランク。膝胸顎かチャトランガー。吸ってコブラかアップドッグ。吐いてダウンドッグ。今のもね、ちょっとバランスフローだったので難しかったかもしれません。でも今日がどういう状態であれ、ちょっとチャレンジした自分を称えながら、ご自分に拍手をしながら。 OK、 じゃあ視線前方を見て歩くかジャンプで前に。吸ってルックアップ。吐いて前屈。吸って起き上がって頭上で合掌。足裏強くマットをします。吐いて両手が体側。反対側に入っていきましょう。親指を揃えて少しかかとを離して、両手が骨盤。じゃあ左の膝を曲げて左足親指を取っていきましょう。左足を前に蹴り出す。右足しっかり母子球母子球、重心を戻してくる。余裕があれば左足を外に開いていく。ぐっと蹴り出してバランス取るために右手を横に開いていく。余裕があれば視線も右手の方。じゃあ真ん中に戻って、このまま左足を後ろに持ってきて左手で足の甲をキャッチ。吸って右手が天井、チンムドラ。吐いて前に倒れます。左の足で手を蹴り上げて自然と体は前に倒れてくる。左の肩少し後ろに回していく。起き上がってきます。左足を前に蹴り出して両手が一回天井。このまま左足後ろにステップハイランジに戻っていきます。前の膝踏み込んで左のかかとをぐっと蹴り出す。骨盤まっすぐ。鼻から吸って吐いて両手マット、指先カップハンズ。吸う息で前に伸びて吐いて右手が天井。肋骨ごとぐっと右を向けていく。呼吸を整えながら、お尻が真ん中です。 OK、 右手下ろして両手マット。右足引いてプランク。膝胸あごかチャトランガ。吸ってコブラかアップドッグ。吐いてダウンドッグ。ここで3呼吸。今日最後のダウンドッグです。必要だったら渋めしたり、お尻を揺らしたり、必要な動きを入れていきましょう。両手強くマットをして、胸を足の方に近づけていく。じゃあ視線前方を見て歩くかジャンプで前に。吸ってルックアップ。吐いて前屈。膝を曲げたまま上体を起こしてチェアポーズ。お尻が後ろ、両手が顔の横です。胸が前。ここからちょっと最後の頑張りです。そしたら両手床と平行のとこまで下ろして、手のひら下向き。ここからかかと持ち上げていく。1、2、3。
足はこのまま両手を後ろに持ってくる。1、2、3。もう一回床と平行のところに戻していきましょう。私もめっちゃプルプルしてます。OK。ゆっくり膝を曲げて、このままお尻をマットに下ろしていきます。膝を左右に開いて足裏合わせて、かかとを体の方に近づけます。両手、つま先を取ったら、吸って一回背骨を長く。吐いて前屈、股関節から前に倒れていく。背骨はまっすぐ長く。呼吸を整えながら、顎の力やお顔の力も抜いていきます。そして手で軽く足を押さえながら、股関節や内ももも開いていく。ゆっくり起き上がって、このまま仰向けになっていきましょう。仰向けになったら、一度両手を頭の方にバンザイして、吸う息で手足引っ張り合うように大きく伸びます。吐いて脱力。そしたら両手で右足を抱えていきましょう。ぐーっと膝を胸に近づけるように、そして軽く膝を左右に揺らしていきましょう。股関節に優しい動きを入れていく。真ん中に戻ったら、一度右手で右の膝を取って、こう左手鼠径部のあたりに添えていきます。そしてぐーっと右の膝を外に開いて、右の内もも、股関節周辺を大きくストレッチ。OK、ゆっくり真ん中に戻っていきましょう。そしたら右手を横に開いて、右足を左に倒してツイストに入っていきます。頭ごろんと右に向けていく。刺激を深めたい人は右の膝伸ばしても構いません。自分の好みに合わせて。ゆっくり真ん中に戻って反対側に入っていきましょう。今度は両手で左足を抱えて、膝を胸に近づけていく。そしてブランブランと膝を左右に揺らしていきましょう。今日はたくさん足を使ったので、ちょっと優しく緩めていきます。じゃあ真ん中に戻ったら、左手で左の足を取って、右手は鼠径部のあたりに置いて、ぐーっと左の膝を外に開いていく。大きく内ももをストレッチ。ゆっくりもう一呼吸終わったら、真ん中に戻ってツイストに入っていきます。左手を横に開いて、左足を右に倒していく。頭はゴロンと左に向けていく。ねじりを深めたい人は左の膝を伸ばしても構いません。吸う息でお腹や胸広がって、ゆったり吐いて。さあゆっくり真ん中に戻っていきます。そしたら両膝を立てて、両足を胸に抱えていきましょう。腰を優しくストレッチ。じゃあ右手で右膝、左手で左の膝を取ったら、膝を外に開くイメージで、さっき片足ずつやったポーズですね、これを両足同時にやりながら、両方の内もも、股関節周辺大きく伸びを入れていきます。なるべく仙骨はマットに預けたまま、腰を広く。ここに手もいいです。
余裕がある人は足裏を天井に向けてハッピーベイビーに入っていきましょう。両手でチョキを作って足の親指を取って膝を深く曲げていく。少しずつ呼吸のペースを落としながら体の感覚に意識を向けていきます。余裕がある人はここから膝を伸ばすようにかかとをぐーっと蹴り出していく。両足を開脚した状態、仙骨はマットの上。で膝伸ばした人はゆっくり膝を曲げて、両足を胸に抱きかかえて腰を伸ばしていきます。お尻で円を描くように優しく腰をマッサージ。キリのいいとこで反対回し。真ん中に戻ったら両足強く抱き寄せてお腹を薄く、頭を持ち上げて顔を膝に近づけるように小さく丸まって、さあゆっくり頭を下ろして両手両足マットに投げ出して、最後シャバーサナでお休みしていきましょう。両手両足を大きく開いて背骨はまっすぐ長く、全身の重さをマットに委ねていきます。最後はこの静けさの中でお休みしていきます。それでは少しずつ体に動きを戻していきます。手足を小さく動かしたり、手首や足首回したり、頭を揺らしたり、必要な動きを加えて、じゃあゆっくりと両膝を立てて体ごと右側にゴロンと倒れて、背中を丸めて小さくなります。腕の力を使ってゆっくり起き上がっていきましょう。起き上がったらあぐらで座っていきます。今の安定した呼吸と静かな心の状態、感じていきます。両手を胸の前で合わせて、それではこれで今日のプラクティスを終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。今日は結構アドバンスポーズ満載のフローヨガをお届けしました。私もねこう結構動いてずっしりとこう軽く疲労した感じですけども、まあ、このね
今のちょっとグラウンディングした安定した感覚と、まあ、同時にこう軽やかに動ける感覚を大切に、この忙しくなりやすいホリデーシーズンも楽しく過ごしていきましょう。この動画を気に入ってくださった方はぜひいいねや視聴者登録もよろしくお願いします。それではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。